こんにちは、ベルセンスです。ただいま18時4分です。商品紹介していきます。セマンティックデザインのニット生地のジャケットです。で、これはかなりね、おしゃれです。ちなみにセマンティックデザインのね、これはね、なんていうんですかね、セレクトブランドっていうやつですかね。 In the attic って書いてます。 M、 サイズは M です。で、ちょっとね、こうダラーっとした感じなんですね。ここが品質表示、品質表示こちらですね。はい、いろいろ細かいこと書いてます。中国製です。あとはポリ 70%、 アクリルが 30% です。サイズは M、 チェスト38、チェスト88から96、ピントが合わないですね。88から96、身長が165から175。で、やっぱりピチッと着たい人はジレの方をおすすめします。で、ちょっとダラッと着たい人にはこういうニットの系統はね、なかなかいいと思いますよ。そんなものですかね。一応去年購入してるものです。でね、私はまあもう服がね、もうありふれていて、で毎年ボコボコ買うので、やっぱり前着てた服はね、やっぱりどんどんさばいていかないといけない立場になってきたわけですよ。なので、こちらもね、出品していきたいと思います。では、皆様の清きご入札を心よりお待ちしております。では、これで以上です。とりあえず今日の撮影はこれで終わりなんですよ。なんか、あとね、ちょっと喋りすぎて頭が おかしくなりそう。独り言をずっと喋ってる。はい、またね、他の動画もね、見てもらいたいと思います。おそらくね、これね、動画撮影してからその後編集でするんですけど、この動画を出してる頃には私はとんでもないことになってるような気がしますね。いろんな意味でね、いい意味でも悪い意味でもね。はい、皆さんもとんでもないことならないように。ちなみに色ですが、色はね、グレーと表記がありますが、あ、違う、この服じゃなかった、すいません、この服じゃなかった。え、マジで、ちょっと待ってください。マジかマジかめっちゃ似てた。もうね、在庫をね、抱え込みすぎるとね、似てる商品とかを間違ってね、言っちゃうんですよ。商品説明する商品こちらでした。あ、すいません。間違えました。商品説明するのは、こちらの商品です。なんか違うなと思って。これがね、めちゃくちゃ面白い商品で、ジレとニットを足して割ったような、とんでもない肌触りの商品なんですよ。先ほど紹介した商品はね、もう、なんかいかにもニットっていう感じの商品なんですけど、こちらはね、なんかニット感がありつつ、すごいね、このジレっぽいこのシルエットっていうのも意識してる商品なんですね。で、メーカーはセマンティックデザイン、サイズが M です。